アレックス・アンソポロスは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の MLB、アトランタ・ブレーブスのゼネラルマネージャー。かつては、トロント・ブルージェイズで、GM、ロサンゼルス・ドジャースで、野球運営部門副社長を務めた。日本語のメディアでは、アンソ・パウロスという表記も見られる。カナダ・ケベック州モントリオールで、ギリシャ系、移民2世として生まれる。野球経験はなかったが、 モントリオールエクスポズのファンとして育ち、ファンタジーベースボールに熱中していた。オンタリオ州のマックマスター大学で経済学の学位を取得。2000年、エクスポズのジム BTGM に直接コンタクトを取り、同年からエクスポズの球団スタッフとなる。2003年に JP リッチャーディにはかれ、トロントブルージェイズのスカウト部門担当者に就任。2004年には、 アテネ五輪の野球ギリシャ代表チームにスタッフとして参加。2005年に GM 補佐に昇格した。2009年10月3日、任期を1年残したまま解任された JP リッチアーディの後任として32歳でブルージェイズの GM に就任した。同時に本格的なチーム再建に着手する。長期的な成功を見据えたマイナー組織の充実、若手有望選手の獲得。 育成を最優先事項とした。リッチアーディが主観的な評価よりも客観的な指標を重視するマネーボール派であったのに対し、スカウト出身であるアンソポロスはスカウトの眼力を重視している。大物 FA 選手との契約を避けるなどして年俸総額を抑制し、浮いた予算でリッチアーディ時代に縮小されていたスカウト部門の担当者を倍増させ、 ドラフトでの戦力発掘に力を入れるようになった。ドラフトをチーム再建の柱として位置づけており、タイプ A または B に格付けされた FA 選手を上位指名権狙いであえてた球団に流出させることも多い。2010年オフにはコロラドロキーズからトレードによってタイプ B のミデルオリーボを獲得し、即座にオプション破棄して FA とさせ、 ドラフトピックを強引に手に入れる荒行を行った。一方で、リッチアーディのセーバーメトリクス重視路線も踏襲しており、フィップの提唱などで知られるトムタンゴを球団アドバイザーとして招聘した。中南米のアマチュア FA 選手の獲得にも予算を多くつぎ込むことで、株組織の充実を図っている。その最たる例として、二0 1年四月には、キューバ出身の遊撃手 アデーニエチェバリアを4年1000万ドルで獲得している。また、ベネズエラ出身のアドニスカルドナを230万ドル、ガブリエルセナスを70万ドルで獲得した。ドラフトやアマチュア FA による新人選手の獲得やトレードによって就任時には39段で最悪レベルと国評されていたマイナー組織を1年で大幅に改善させた。2015年は 開幕前に、ジョシュ・ドナルドソン、7月にはトレードで、デビット・プライスやトロイ・トロイ,トロイツキーなどの大物選手を獲得。そこから、ニューヨーク・ヤンキースとの争いを制し、チーム22年ぶりかつ、就任以来初の地区優勝を果たした。同年10月29日に退任を表明した。2016年1月12日、ロサンゼルス・ドジャースの野球運営部門副社長に、 就任することが発表された。2017年11月13日、アトランタブレーブスの GM に就任することが報じられた。選手獲得の際には、その時点での完成度よりもポテンシャルの高さを優先させ、身体能力に優れる選手を好む傾向にある。特に、投手の場合は、長身で三振が多く取れる投手を好む。前任のリッチアーデがメディアに、 トレード交渉の進行状況を詳細に明かした結果、ハラデーのトレードに失敗したことを教訓として、トレードが成立するまでは極力メディアへ情報を漏らさないように心がけている。語学に堪能であり、英語、フランス語、スペイン語、ギリシャ語の合計4言語を話す。2010年1月に結婚。ハワイへの新婚旅行中も、他球団とのトレード交渉を継続していた。 携帯電話はブラックベリーを利用している。ありがとうございます。